はい JR 名古屋駅前です私は2時間ほど前からこちらで取材を続けているんですけれども1回はですね雨足弱まったんですがまた強まってきました10分ほど前から強まってきましたこちらでは交通への影響が出ています東海道新幹線は一部の区間で運転見合わせとなっています3時頃にですね初めに運転見合わせとなったんですがその時と比べてコンコースの様子を見てみますと 2倍ほどにまでコンコースの中に人が溢れかえっていますそしてコンコースがたくさんの人がいるため外にまでですね外の屋根のあるところで待っている方もたくさんいらっしゃいますまた出ている方にお話を伺うとですね今日中に東京に帰らないといけないので非常に困っているんですとそんなお話も聞かれました様々な混乱が出ている名古屋駅こちらからは以上です